今季パリ・サンジェルマン、PSG に加入したアルチン代表 FW、リオネル・メッシは、3年間で総額140億円以上という報酬をクラブから受け取るとが見込まれるという契約内容が明らかにだとして、仏師、レキップが18日付で伝えて、昨季限りで満了したバルセロナとの契約延べが不可能となったメッシはキャリアで始め、他のクラブに移ることになり、PSG 加入が決定。リ・グアンでの移籍後初出場に続いて、今週にはヤンピオンズリーグで初先発も飾った。PSG との2年間延長オプション1年間という契約を行したメッシの報酬は、概ね加入時に報じれていた通りの金額のようだ。契約1年目の今は、手取り年俸3000万ユーロ、約38億7000万円を受け取るとになるという。2年目の来期には残留ボーナが上乗せされ、報酬は、およそ4000万ユーロ、約51億6000万。延長オプションが行使された場合の3年目も、ボ同額であり、3年間で合計約1億1000万ユーロ、約142億という報酬総額になることが見込まれて、メッシの年俸額は、チームメイトの FW ネイマーと、ほぼ同程度。移籍金が不要だったとはいえ、高いトップレベルの高額報酬となるが、メッシ、それだけの投資に見合う結果や経済効果を PSG、もたらすと期待されているようだ。両。Thank you.